シュベルニー城は、フランスのロワール渓谷、ロワール・エシェール県のシュベルニーにある。土地は、シュベルニー公爵であり、ルイ11世の戦争会計係でもあった、アンリ・ユローによって購入された。国会の無感覚から、アンリ2世は土地を、愛称のディアール・ド・ポワチエに寄付した。しかし、彼女は、首脳創上を好んで資産を、元の持ち主の息子フィリップ・ユローに売り、 彼が1624年から1630年にかけて城を築いた。それから150年間は城の持ち主は何度も変わる。1765年には城の内部の大改修が行われた。フランス革命時にユロうの資産の多くは売却を余儀なくされ、一族は城をナポレオン・ボナパルト地政下の1802年に手放すが、1824年には買い戻している。 これは、ブルボン朝の王政復古、シャルル十世の時代のことで、この時代には再び上流階級が政治的、経済的実験を握っていた。城は今日まで一族が所有している。1914年、他に先駆けて城の一般公開が始まった。現在も素晴らしい内装や家具、タペストリー、芸術品のコレクションで有名な観光名所となっている。 およそ90頭の猟犬が敷地内で飼われており、週に二度狩りに出される。休時の様子はビデオでも見られる。オリジナルの建築が今日まで残っているのは、おそらくごく一部であると思われる。特定のセクションをオリジナルの建築部分かどうか、証明できるような信頼に足る方法がないので、これに関しては、はっきりしないままである。昔の芸術家が旅行中に、 オリジナルの城を描いた絵はあるが、これには確かな目印がないため、どちらに城なんの証明にもならない。世界遺産、シュリー・イシュル・ロワールとシャロン・ヌ・カンのロワール渓谷に含まれる。ベルギーの漫画家エルジェは、淡々の冒険旅行シリーズで、シュベルニー城をモデルに、ムーラン・サール城を描いた。ムーラン・サール城には一番外側の翼頭がないが、残りの中央胸と左右の翼頭は、 シュベルニー城とほぼ同じである。ありがとうございます。